皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は英雄伝説始まりの奇跡のファミ通紹介をしていきたいと思います。3人の主人公、3つのストーリー、新要素クロスストーリーシステム。シリーズで初めて複数の主人公を採用した本作は、過去シリーズの主人公でもあったディーン、ロイド、新しく謎の仮面の男 C の3人によるそれぞれの視点で描かれるルートを切り替えながら物語を進めていくことになります。同じシーンでもルートによって異なる視点で演出します。基本的に別の場所で展開する各ルートのストーリーですが、時にはそれぞれがニアミスすることも、つまりクロスすることもあるようです。ルートを変えれば会話中の本音が垣間見えたり、片方のルートでは分からなかった真相が明らかになるようです。最大10人で発動する新戦術、新バトルコマンド、バリアントレイジ、前作までの戦術リンクシステムに連なる発展型コマンドとしてバリアントレイジが登場します。超強力な特殊技です。発動には移動中にオブジェを破壊するなどして貯めるアサルトポイントのゲージが必要です。敵に大ダメージを与えられるだけでなく、クラフトやアーツ、オーダーの使用で枯渇しがちな各種ゲージも回復可能です。 AP が貯めやすくなっているので、これを活用することでバトルが楽になります。3種のコマンドを使い分けて戦局を有利にします。バリアントレイジには物理攻撃、 CP 回復のバリアントアタック、ヒットポイントや各種状態異常などを回復できるバリアントヒール、魔法攻撃、 EP 回復のバリアントアーツの3種類があります。局面に応じて使い分けられます。それぞれ参加人数最大10人に応じてダメージや回復量が大きくなります。味方パーティーが多いほど多くなるボス戦などでは特に効果が期待できます。状況を覆すほどの効果が期待できます。シリーズ史上最大のやり込み要素が登場します。新無限回廊、キャラクターの育成や装備品集めに超便利です。エピソードやミニゲームなどお楽しみ要素もいっぱいです。総勢50人以上、自分好みのパーティーを組めます。そして新しいエピソードとミニゲームが明らかになりました。ミニゲームプロジェクトテイルフィング、各ステージで待ち受ける思わぬ強敵の数々、エピソード落ちたる王子、エピソード果てなき剣などがあります。落ちたる剣は結社入りして執行者候補としての日々を送るセドリックは、傭兵団赤い星座の試練で打ちのめされるも、その目に迷いはありません。果てなき剣、皇帝の一言をきっかけに帝国で武術大会が開催されます。帝国内外からそうそうたる顔ぶれが集まる中、議員たち若手も参戦します。といったところで、今回はこの辺で英雄伝説始まりの奇跡のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。